話が暴走し、サラを消す？はい、どうもニヤニーです。本日は仮面ライダーギーツの方のニヤニーのワットをやっていきたいと思います。今週もたくさんのコメント本当にありがとうございます。そしてチャンネル登録をしてくれた方もありがとうございます。今後もね、一緒に楽しんでいきましょう。チャンネル登録まだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは時間に限りがございますので、どんどんやっていきましょう。まずはこの方からです。ネギカモさんからのコメント。ギーツの動画について以前から気になることがあります。 A が中心にあり、横線が左寄りになっています。ギーツの耳が A を表し、横線に当たる部分が後頭部にある黄色の線だと思います。ギーツを左から見たらちょうどこの A の形になります。 A、エースという意味だと思いますが、それは浮世エースなのか前世のエースかも。もう一つ気になることがあります。第5話の道長の回想シーンで一瞬ギーツが映りますが、左耳にテープみたいなものがぐるぐる巻いていました。マスクの補強にしては違和感があり、意図的な装飾と思います。この時のアングルが左側でした。例えば鉢巻きを愛用している験担ぎでマスクについたとか。強引ですがこの時のギーツはエースだったのでは。このアングルがロゴの A と同じように見えます。実は他のエースたちも創世の女神が存在した時代でデザイアグランプリに参加していたとか。根拠となることがカエサルの効果についてエースが景品だったことを知らなかった。つまりこの時代のデザイアグランプリに参加していなかった。エースたちがデザイアカードに願いを書いていたので、創世の女神が存在していた時代のデザイアグランプリに参加していた。ハレルヤ・ウィンが見つめを目撃していた時期が近年であるとです。これは伏線というよりブーストマーク2を成立させるための裏設定だと思います。もしかしたら最終回で他のエースたちが登場するかもしれません。補足、第5話道長の回想シーンはデザイアロワイヤルだったのでは。トールが他のライダーから攻撃されていたのに警告音声がなかった。でちょっとね、このコメントで訂正というか、これちょっと間違ってるんじゃないかなっていうのがありまして、このハレルヤ・ウィンが見つめを目撃していた時期が近年である等ですっていうふうにね書かれているわけなんですけれども、あれそんなんあったっけなと思って、このね14話を見返したんですけれども、ウィンは見つめという名前は聞いたことあるというふうには言ってたんですけど、目撃したとは言ってないので、なのでちょっとこの部分に関してはちょっと誤りだったのかなというふうに思います。でこの第5話の回想シーンでね、耳のところに何かがついてるというふうにおっしゃっていたんですけれども、確かに僕が上げた動画のそのシーンでは何かついてるように見えるんですけれども、ちょっと第5話を見返してみると何もついてませんでした。でまあその他にちょっとね、面白いことが書いてくれているのが、このカエサルの効果についてエースが景品だったことを知らなかったというところなんですけれども、確かにここってなんかね変ですよね。エースってその前世の記憶を持ちながら、今もね生きているわけなんですけれども、なぜこのカエサルの恋について知らなかったのかっていうのはちょっとね違和感ではありますよね。なので一旦このカエサルの恋についての謎は解明されたんかなというふうに思ってたわけなんですけれども、このねネギカモさんが言うようにちょっと不思議なんですよね。ちょっとね時系列で整理していこうかなと思うんですけれども、まず三つ目とエースがこうさよならする。そしてそのさよならした後に三つ目は創世の女神となって、デザイアグランプリのねルールがここで新しくなったんですよね。これ以前まではこのカエサルのコインっていうのがね景品だったわけなんですけれども、三つ目が創世の女神になってからは願い事が叶えられますよっていうルールにね変わったわけなんですよね。でまあエース自身も一番最初のエースっていうのがこの三つ目とさよならした時のエースなわけで、この前に前世のエースっていうのはおそらくいないわけなんですよね。なのでこの時のエースからこのねエースというね人間の物語が始まっているわけなんですよ。でも三つ目が創世の女神になってからしかおそらくエースはデザイアグランプリに参加していないのに、なんでこのコインを持っているのかというね謎が一つ生まれたと思います。このカエサルのコインは一体誰のものだったのかっていうところなんですけれども、おそらくエースのお父さんなんじゃないかなというふうなところがね見えてきますよね。ということはエースのお父さんもこのねデザイアグランプリに参加していたっていう可能性も同時に出てきました。そうなるとやっぱりね、よりドラマチックにするのであれば、このねデザイアグランプリが行われた第1回大会の優勝者がこのエースのお父さんで、初代デザ神が
エースのお父さんにね当たるんじゃないかなというふうに今回ちょっとね思いました。はい、では次のコメントいきましょう。サムさんからのコメント。35話の仮面ライダーウェブを見た時にケイワがサラを脱落させる展開になるのかなって思ったけど違うのかな。いや、この考察いいですよね。でこれね、ぜひね、違うのかなって最後にね保険かけるんじゃなくて、ぜひここはねそうなると思いますみたいな感じでね言い切っていただければ、もっとね見てる皆さんも気持ちよく見れるんじゃないかなというふうに思います。これね、確かにケイワってもうすでにこう脱落と退場の違いってね把握してるはずなんですよ。で自分自身も一回脱落して帰ってきてることもあるし、大地がね脱落して戻ってきてるっていうのをね目の当たりにはしてるので、脱落者は復活できる、でも退場者は行方不明になってしまうっていうのはおそらく把握しているので、お姉ちゃんをね守りたいのであれば、やっぱりこう普通に戦ってしまうと脱落というより退場してしまう可能性の方が非常に高いと思うので、ケイワがサラを落とすっていうことはね結構ありそうですよね。で今回のルール的にも、今回脱落してしまうともう一生仮面ライダーに変身することはできないよというルールがあるので、まあ KO 的にもやっぱりねサラには辛い思いをしてほしくないという思いはあると思うので、こういうね辛い過去、まあ、デザイアグランプリで起きた記憶っておそらく消されると思うので、お父さんとお母さんもデザイアグランプリによって消されてしまったっていう記憶より、まあまだ事故で亡くなったというね記憶の方がマシなんじゃないかなとも思ったりもするんですよね。なのでまあこのね五条編の展開的にこうケイワが闇落ちしてサラを手にかけてしまったみたいなねこうびっくり展開が待っていて、まあ蓋を開けてみるとそういうね弟としての優しさがあったみたいな展開だと、結構このね今のところケイワって最近の仮面ライダー技術においてあんまりこう重要ではないところにね回ってしまっているじゃないですか。なのでね一旦この墓場編ではケイワのねいろんなストーリーを描いて、やっぱりケイワって必要やなって思わせてくれるような展開をね僕はちょっと期待しているので、このねサムさんが言うようにサラを脱落させるのは、まあ、大地でもエースでも道長でもなくて、おそらくこれねケイワなんじゃないかなというふうに思います。はい、では次はですね今週の森考察ということで、今回は2つご紹介させていただければなと思います。まず1つ目はこちらです。1つ目の森考察、中国の伝説で神獣であるスザクはスズメだとも言われているそうです。確かに赤いスズメと書いてスザク。スズメのライダーである大地の名字はとある神社で神器とされているものの名前です。スズメのライダーなんて動物だけでイメージすると弱そうですが、こう考えるとナッチスバローってなかなか話を引っかき回す立ち位置なんじゃないかなと思えます。道長、ベロバ、大地の3人の曲が5月24日から配信なので14日に大地が消えることはないと思いますが、21日にはどうなるやら。これめちゃくちゃ面白くないですか。このね仮面ライダーギーツが始まったすぐぐらいに、このねギーツの最終フォームは九尾の狐なんじゃないかなっていうね予想をねみんなしてたと思うんですけれども、それはやっぱりねみんなが知っている、まあ、これも神獣ですかねだと思うんですけれども、その九尾の狐よりおそらく僕はこのねスザクの方が有名なんじゃないかなというふうに思うんですよね。なのでこのスザク説っていうのが出た時点で、なかなかこの大地ほんまにこの最終回目前まで残って、なおかつ、まあ、1号2号今回はヒロインライバルっていうね枠があるわけなんですけれども、まあ大地はレギュラーではなくて多分準レギュラー枠なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、準レギュラー枠では異例の最終フォームとかもね用意されているかもしれないですよね。はい、ではね2つ目いきましょう。ケケラについてですが、今は暗躍してサラを犠牲にしようとしているように見えますが、それはケケラに化かされているのではと。推しに近い姿になる他のサポーターと違って、仮面ライダーケケラはカエルというタヌキの大群とは全く違う姿です。しかし前から言われているように大群が忍者であることから、その姿はジライアが残っている大釜を連想させる。つまりは近い姿になっているだけのサポーターよりよほど相棒の立ち位置に近いはずなんですよね。未来人は論理観が現代人と違うので、サラを利用してしまうなんてこともしてしまいますが、
基本はタイクーンをパワーアップさせるためにサラを犠牲にしようまでは考えてはいないのではないでしょうか。大釜は化け物、つまり化かしているもの、まるで悪いサポーターのように視聴者を化かして、実はベロバも化かして、とっておきの不幸はベロバ自身の不幸という展開もあるのではないでしょうか。いやー、これね、2つともキレッキレの考察ですよね。まあ言われてみれば、確かにエースとジーン、ネオンとキュン、そして道長とベロバのこの3組とはちょっと違う形ではありますよね。で、このね、森子さんが言うように、ジライアと大釜なのであれば、確かにしっくりくるペアではあるかなというふうに思います。まあこのね、ジライアと大釜で言うと、僕はこうね、カクレンジャーが一番最初に出てきたんですよね。まあナルトでもね、そういう組み合わせあったのかもしれないんですけれども、カクレンジャーの、まあのね、みんな大好きケインさんがニンジャブラックジライアっていうね名前でやってたわけで、でそれの2代目のロボットからがガマガエルのようなあのロボットだったわけなんですよね。なのでやっぱりこの忍者とカエルっていうのは結構ね、相性はほんまに良さそうなんですよね。さあ、このケケラはどんな感じでね、僕らを化かしてくれるのか楽しみにしておきましょう。で最後にですね、ちょっと昨日ツイッターの方に書いたんですけども、このね、エースとケイワって行方不明になっていたから、タイラと同じで退場扱いなのであれば、サラはデザ神にもなっていないのに、退場者であるケイワ復活の願いを叶えたことで、いかつい代償があったりするんかなっていう風なね、ツイートをしたわけなんですけれども、こういったね、リプが来てたんですよね。ケイワを復活させたのはケケラさんで、サラに行ったのはサラ自身の意思でデザロワに参加させるための口実だから、代償があるとしたらケケラさんの方じゃないかなというふうなね、リプをいただいたわけなんですけれども、これ皆さんどう思います？ケケラが叶えさせてあげた願いなのか、サラがこうね、主体となって叶えた願いなのか。まあ一応ですね、このサラ以外にデザ神にもなっていないのに願いを叶えた男って一人だけいますよね。そう、後世なんですよね。後世のこの場合は、まあ一応ね、デザイアカードは用意されていたので、まあこのね、Kは復活というのをね、デザイアカードに書いたのが誰なのかというところがね、重要になってはきそうですよね。デザ神にもなっていないのに、もしね、サラがもうあのデザイアカードを書いていたのであれば、何かしらやばい代償があったりするんじゃないかなというね、ちょっと、ね、怖い妄想をしてたりもします。皆さんもこれについてね、どう思われたか、ぜひねコメントで教えていただければなと思います。ということでですね、今日はこの辺で終わっておきましょうか。また次の動画でお会いしましょう。ほな、視聴者、ここまで見たのであればチャンネル登録高評価をしなければならない。今まだですね、新しい、まあ、側なんかな、これは。側こそをね、作成してはいるんですけれども、ちょっとこれは、どこにも、制作過程を載せないでおこうかなというふうに思っているので、まあ、完成がね、結構早いと思うので、また完成しましたらね、皆さんに見ていただければなというふうに思っておりますので、完成を楽しみにお待ちください。